軽井沢町旧スイス公使館は第二次世界大戦末期にスイス公使館として使われていた長野県北作郡、軽井沢町にある建造物。1933年に実業家前田栄次郎が軽井沢の土地を購入して日本初の貸別荘前田号を創業し1942年に前田号を構成する別荘群の一棟として深山荘が建設された。 その五連合国軍による首都圏への空襲が近いうちに始まると予想された1944年夏、大日本帝国政府が在京外国人を軽井沢に疎開するよう命じたことを受けての春から東京中心地への空襲が開始されたカミーユ・ゴルジェ公使を筆頭とするスイス公使館が深山荘へ移転する。軽井沢のスイス公使館は 1945年9月に大日本帝国が降伏して外交権を喪失するまで存続した。当時の軽井沢の地元の人々は戦前から外国人居住者と接することに慣れていたため、公使館やスイス人コミュニティとも温かく接していたと伝えられている。1967年から2006年まで東京電気大学の学生寮として使われた。 2015年1月27日、本館は軽井沢町指定の有形文化財に登録された。このスイス公使館から1945年8月10日、ポツダム宣言受諾の打電を連合国側に送ったと言われている。しかし、当時外務省軽井沢事務所長であった大久保敏隆は晩年にこの説を否定しており、当時軽井沢から海外へ電報を打つことは、 できなかったという。一方で、ゴルジェ講師をはじめとする当時のスイス外交当局から、終戦直前2ヶ月弱の間に19通も、イミニテ軽井沢という謎の電報を連合国側に送っていたことが分かっている。筑波大学教授の花里俊弘は、国体を潰す名の意で使用していたのではないかとの解釈を示しており、それが正しければ、ゴルジ講師を通じて、中立国スイスが、 米英に国体五字の可能性を打診し、和平交渉を行っていたことになり、昭和天皇が終戦を制断した根拠の一つとなる。建物は敷地面積2100平方メートル、延べ床面積485平方メートルの一部2階建て。1階に厨房やボイラー室、使用人の部屋、2階中央八角形のホールの両脇に宿泊者用の部屋がある。 郵便番号389-0102長野県北作郡軽井沢町軽井沢朝新古六1369-21ありがとうございます。